数学3の微分、積分。指数関数の同関数と積分です。E の図形的意味とありますが、E って何だ安心してください。E の導入から説明します。なお、数学2のレベルの指数関数と、あと、対数関数の意味については、学習済みであることを前提とします。 では、早速、右上にある、同関数の定義に従って、始めましょう。で、極面記号はしばらく置いといて、ここは、指数法則によって、こうなります。A の X 上でくくって、よって、A の X 上は、H に関する極限操作の影響は受けませんから、 このように極限記号の前に出してしまっても構いません。さて、この極限は何を表しているのか考えましょう。これは1を a の0乗と考えるところがポイントです。そして a の h 乗は0プラス h 乗にすると、これは上にある同関数の定義式の x を0にしたものに相当するので、 x イコール0における微分係数ということになります。つまり、この指数関数のグラフの、x イコール0における、すなわち、y 軸との交点における接線の傾きです。微分係数と接線の傾きは同じ意味でしたね。で、左下の式に戻って、この局面の部分は f' 0と表せます。 元の関数を fx にすると、こうなって、印象的な表現になります。同関数を求めようとしているのに、そこに f' が使われているというのでは、堂々巡りです。で、y 軸との交点での接線の傾きは、指数関数の定の値によって変化するわけですから、定をうまく調整すれば、f'0 が1になるようにできるのではないか。 もし、f'0 が1にできれば、f' イコール f。同関数が元の関数と同じという非常にインパクトのあるものになります。それでは、そんな都合のいいものがあるのか、次のボードで見ましょう。では、x イコール0における、つまり y 軸との交点での接線の傾きが、 A によってて変化する様子を観察ししみましょう。今、ここに2の x 乗と3の x 乗のグラフが書いてありますが、a が何であっても y 接点は1ですから、考える接線はこの y 軸の1の点を通り、傾きが1の直線です。それは、ここ、ちょうど2の x 乗のグラフ上の点を通ります。 したがって、まず、2の x 乗のグラフの y 軸との交点での接線は、接点以外は、グラフより下にあるので、傾きは1より小さいですね。次に、3の x 乗の接線の傾きは、どうかというと、図だけでは、ちょっと微妙です。で、例えば、x イコールマイナス6分の1という点を選ぶと、 ちょっと見づらいので、拡大しますが。この、x が、マイナス6分の1の点と、y 切片1の点を結ぶ直線は、点線で示してある接線の傾きより小さくなります。で、この直線の傾き、これ分の、これは、x の変化が1、6分の1に対して、y の変化は、 3のマイナス6分の1乗が6乗根分の1なのでとなってわずかに1を超えるので接線の傾きも1を超えることがわかります。したがって例を2より大きく3より小さい範囲で選ぶと接線の傾きが1になる瞬間があるだろうということが理解できます。 今言った傾きの変化の話を確認すると、定を2より大きくすると、接線の傾きも大きくなり、定を3より小さくすると、接線の傾きも小さくなります。そこで、定を2と3の間のある値にすれば、x イコール0における接線の傾きを1にすることができる。そして、その定を文字 e で表すことにして、 これを自然対数の定と言います。指数関数の定なのに対数の定というのは変ですが、歴史上の流れでは対数関数の研究の中で出てきたものなので仕方ありません。前のボードで定が3の時の接線の傾きは1.0039くらいで、ほとんど1に近かったので、E は3に近い値であろうということは見当がつきます。 実際 E は2 7 1 8 2 8という無理数なのです。定が E の時のグラフと Y 軸との交点での接線はこんな感じになります。この赤い点線で書いた接線の傾きは1です。さて指数関数の定を自然対数の定 E とすると同関数 Y' は ここが1になるので、イコール E の X 乗。つまり E の X 乗の同関数は自分自身ということになります。そういうこともあって、指数関数を微分や積分など理論的な場面で扱うときは、定は E にしておくと便利になります。では、定が 一般的な A の場合の同関数はどうなるかを考えます。で、実は、a を A から E に変えることができるのです。それは、このように E の R 乗として、この R を求めればいいのです。この R は E を定とする A の X 乗の対数ですから、その通り、対数記号で表します。この いい、e、を定とする対数を自然対数と言います。い、e、いを自然対数の定と呼ぶのはそのためです。なんか、鶏と卵のような話ですが、ここはご容赦を願います。で、対数の性質により、真数の指数 x はログの前に出せます。これで a の x 乗が E を定として書き直せました。ここで、 指数の中にあるログ E の A は係数なので、K と置くと、こうなります。これは、合成関数の微分法で微分できます。で、U を KX に戻し、E の KX 上は A の X 上に戻し、 K はログ A なので、上に続けます。で、自然対数の定 E は、普通は省略するので、公式としては、こうしておきます。指数関数の公式なのに、対数も使わなければならないわけですが、そもそも、指数関数と対数関数を、 完全に切り離そう。ということ自体が無理な話なのです。この式は、定をすべて e にすれば、対数の部分は1になるので、上にある定が e の場合の公式を含んでいます。よろしいですかそれでは問いです。これらの同関数を求めてください。 の微分法や先ほども使った合成関数の微分法の公式も書いてあります。親切でしょう動画を一時停止しないとこのまますぐに回答に進みます。では、かっこ1これはこのような合成関数として微分します。 よろしいですかでは、かっこ2。これは、積のまま微分しなければならないので、この、積の微分法を使います。微分そのまま、そのまま微分。通常、指数関数でくくっておきます。かっこ3。これも、このような合成関数として、 微分します。できましたかさんは、合成関数でない扱いも可能です。それは、このように、2の5乗を32としてしまえばいいのですが、ログ32は、普通はこのままにはしておきません。対数の真数部分は、できるだけ 小さな整数にしておくということをやります。これは混合の中をそうするのと同じです。しかし、32の X 乗はこのままでいいか、上の答えのように2の5 X 乗に直すべきかは、整合性とか統一性といった視点で判断するようになるのだと思います。それでは、最後に積分にも触れておきます。 微分の公式から、すぐに、積分の公式を作ることができます。それは、このように、微分の公式の両辺に、機械的に積分記号をつければいいのです。積分記号と同関数のダッシュが打ち消し合って、左辺は、e の x 乗そのものになるので、積分記号の方を左辺にして、あと、積分定数、プラス、c をつければ、 指数関数の不定積分の公式が出来上がります。定が A の場合は、ログ A は定数なので、インテグラルの前に出せて。さて、不定積分が分かれば、定積分の計算も、数学2で学習したのと同じ手順でできます。 例えばこれはこんな感じです。積分の単純な計算練習は問題集などでやっておきましょう。それでは今回はこれで終わります。